まあ EQ が上がっていくとですねまあだんだん世界モデルっていうものが変わって変化していくと、うん、落ち込むことも減りますね柔軟にあったかい世界世界モデルが出来上がるといいんですよねだからアルガマも愛するとか愛される経験が増えていけばまあ仕方ないなと思ってですねまあ自分の意見うん、なんかあるようなないような分かんないけどまあ仕方ないなと意見がたくさんあって面白いこと言える人もいるしまあそういうクリエイティブさがなくてねなんか人と違 なんくなくこういつも同じようなこと言っちゃうまあ凡庸であっても別にそれはそれで愛されるもべきものだしいいなというふうに思えるというか周りの人が思えたら一番いいんですけど周りの人が思えてそれが自分に伝播していく形自然と染み渡る形で変化していくっていう変化が,が一番理想的なんですけど、まあ、そんなに世の中甘くないので周りの人はねなんか自分のことをそこまで認めてくれなくてもまあまあ仕方ないなと思ってですね。 まあ、あるがままの自分を愛してあげるっていうも大事だったりしますね。うん